とうございます。おはよう、おはようございます。パパさん、たい焼きありがとうございます。おはようございます。すごいね、みんな通知で起きられるのすごいですよね。私絶対通知じゃ起きられない。きょさん、たい焼きありがとうございます。たっちゃん、ハート焼きありがとうございます。ね、私は絶対に起きられないよ、通知じゃ。行くな、またお待ちしてます。おはようございます。なんか結構皆さんいるじゃないですか、通知で起きたっていう人。絶対に私は通知を切れない。目覚ましが鳴っても寝ちゃうというのに。琴さん、たい焼きありがとうございます。ちょっとアイロン失敗したかも。ちょっとアイロン失敗した、最悪。ございますね、アレスさん59単価でありがとうございます。カズスマイルさん、たい焼きありがとうございます。ね、寝ちゃうよね。おはようございます。雨って言うけど、わあ、お仕事頑張ってくださいね。半分寝ちゃう。どっかに魂置いてきちゃうよね。パパさん、星ありがとうございます。今日はここで、おお、お待ちしてます。まあ確かにニコタンと、あ、そっか、お腹が空きましたか。朝ごはんを食べましょう。私は何食べるかまだ決めてない。何食べようかな。スバルさん、たい焼きありがとうございます。朝ごはんを食べて元気をつけましょう。ご飯は家で食べる時もあれば家で食べない時もありますね。ございます。朝ごはんは時間があるなら極力食べます。まあないときは食べません。パパさん、ハート100個ありがとうございます。なんかまあそれより眠たい時とかは食べません。そご飯食べるより睡魔の方が勝ったりしたら食べずに寝ます。二度寝。おせんさん、たい焼きありがとうございます。
さんの高田さんごのゆっこちゃん完了しました、ありがとうございます。食パンをダッシュしたないです。どんなにギリギリに起きても普通にご飯食べて学校行ってました謎の余裕。お腹空いても寝れる、寝れる、寝ちゃう。でもお腹空いて起きることもあるけど、寝ようと思ったら全然寝る。そう、学校行くときどんなにギリギリでもご飯座って食べてさあって急いで学校行ってた。新じいちゃんさん、たげきありがとうございます。昨日はね、お腹が空いて目が覚めたかな、それかくしゃみで目が覚めた嫌な目覚め。歯医者さんで私親知らずを抜きましたよ、去年両方。意外となんか自分が思っているそんなことなかったって感じ、すぐ終わった。一回そう、すぐ終わりました。なんか30分もしないうちに抜けられたなんか意外とね、そんな自分がね構えてるほどのものじゃなかったです。意外といける。夢見て、今日夢見て目が覚めた。夢見て今日は寝坊する夢を見たの。そう、うん、起きたらもうやばい時間みたいな、もう間に合わないじゃんみたいな時間に起きて、うっけーと思って、もうそんな夢を見たんですよ。大寝坊をする夢を見たんです。で、うわ起きたくないなってうわ目開けたくないっていう、なんか謎のそう大寝坊をする瞬間を見て、うわ最悪じゃんと思って、うわーと思って、うわ時計見たくないと思って、もうこんなの最悪じゃんと思って、そう恐る恐るパッと時計を見たら6時半でした。全然まだやないか、全然まだ寝れたじゃんと思って、もう一回寝たんだけど汚染者監督にありがとうございますね。疲れた、なんか逆に飛び起きなかった、しぶしぶ起きた、最悪寝坊した、最悪と思いながら、最悪最悪と思いながらしぶしぶ目を開けて、しぶしぶ時計を見たら6時半でした。全然大丈夫だ。そう、親知らず抜いた。でも歯医者さんが上手なところだったのか、あんまり腫れなかった。なんかぼっこし腫れたりはしなかったです。近くさんお仕事頑張ってください。ぼっこし腫れたりもしなかったし、そんな抜くのにも時間がかからない。そう、寝坊する夢を見ました。寝坊するとこまでしか見てないそう朝起きて、そう時計見たら、あーもうやばい時間じゃんっていうところまでしか見てない。夢だし前髪失敗してる、最悪。
やっぱこのアイロンで前髪するもんじゃない。失敗する。この前髪にアイロンするの苦手だ。後で濡らそう。前髪のてっぺんを見せないでおこう。やりにくい前髪するのね。ギリギリで起きた時のスピードってすごいよね。準備するのシャーってできる。何もしなくていい時とかね、5分もせずにね、特にそんな、ね、メイクする必要なかったりすると5分ぐらいで落ちてる。制服とか入れた夢。一番怖かった夢なんだろう。ああでも追っかけられる夢とかじゃない。そうこのアイロンでね前髪するのは慣れてないので苦手ですね。怖い人に追っかけられる夢が怖いかな。今まで見てどうだろう、何が怖いんだろう。でも割と忘れちゃうよね、すぐ。すぐ夢は記憶からどっかに行ってしまう。キリア、おはようございます。夢はね、覚えてる日もあれば全く さっぱりの日もありますからね。よう殺せっと。あでも追っかける夢っていい夢。追いかけられる夢とかさ、意外となんかやられちゃう夢とか、そう感じがあれだけど、あの夢とか夢占いすると意外といいって言いますよね。うん、なんかいいことがある前兆みたいな。なんか意外とそういう怖い夢の方が夢占いはいいこと書いてあったりする。まあそれかさ、怖い夢見たからさうわー怖かったーって終わらないようにしてんのかな夢占い。ねありがとうございます。で逆のね意味を持つ、うん、夢の中で性格は、それはどんなの。ニワトリじゃないです、ニコさんです、ワンコさんの鳴き声です。起きれるんだ、すごい。私見ちゃうワイム見たらずっと見ちゃうもうずっと目つぶってる。おはようございます。高秀さん大変ありがとうございます。ねアリさんお仕事頑張ってください。行ってらっしゃいます。先日朝バラありがとうございます。高秀さん大変ありがとうございます。パパさんバラありがとうございます。1185日ありがとうございます。1185ありがとうございます。夢だと分かって、でも分かんないな私は。基本真に受けますね現実だと、現実とは思わないけど、そんな夢だって思う人もいないかも。おはようございます。おめでとう。ありがとう。
とうございます。なんて言うんだろう、なんか夢だよって思わない、その思考がないかも、夢見てるときに。出勤マニア頑張ってください、いらっしゃいませ。もう夢見てるときに私の夢の、私の夢、夢の中にいる私の考えに、そうこれは夢で起きなきゃっていう考えが一切ないですその世界に入ってますね。それかなんか元から夢の中の、夢の中の私がいて、その私を遠くから見てるみたいな、そういうこともあるから、どうなんだろう。はるみさんご了解と終了しました、ありがとうございます。ね、どうなんでしょうね、リアルっぽい。ああでも意外とリアルなんじゃないかな。うん、ドマさんたい焼きありがとうございます。今羽田に、わあ、お気をつけて福岡までお越しください。今日は生姜の日ですか。なんでだろうねお友達となんかメンバーが仲良くしてる夢とか見るよ。とか、え、こことここってつながりないよねっていうとこのお友達が仲良くしてるところの、仲良くしてる夢を見るから、そう、うえーと思って、不思議な世界と思ってあーあら不思議な世界、そう、なんかつながりがなさそうなところで仲良しになってるから、夢の中で、あーら不思議と思いながら、それはそれで面白かったりするんだけど。ジンジャーエール好きですよ。あいたかさんたい焼きありがとうございます。HKT 超絶おじさんたい焼きありがとうございます。シムさん星ありがとうございます。そう、なんか不思議な夢もあるよね。小学生の頃の友達と今のお友達が仲良くなんて言ったら不思議ね、あら不思議ねーと思いながら、でもなんだか面白い世界線ねーと思いながら楽しんでます。今日も朝だけです。それとかなんか、そう、中学生に戻ってたりする、自分がね、自分も周りも、自分も周りも中学生に戻ってたり高校生に戻ってたり、小学生までは行ったことないかも、行って中学生かな。たまに戻ってる、ヒューンって戻って、なんかなんか現実とは違う道を歩んでるパパさんお仕事頑張ってください、嬉しいます。夢見やすいのかな、わかんない。でもこれ夢を覚えてる話だから、覚えてた、たまたま覚えてて、思い出せる夢を話してるだけだから、どうだろうね。そう、よく巻き戻りますね。そしてなんか現実の世界とは違う道を歩んでます中学生の時とか、そっちが本当の世界で、うわーやばいやばい、もうなんかすごい頭がぐちゃぐちゃになってしま
そう、なんかそう、楽しかったんだけどな夢とか、怖かったんだけどな夢っていうのでね、内容覚えてないこととかよくあるよね。夢ってまあでも基本的に覚えてないんだよね。起きたらね忘れちゃう。夢見たか見てなかったかすら忘れちゃうね。確かに夢で未来に行くことはないね。過去に行きますね。架空の世界に行くか過去に行くかだね。アニメのキャラクターとかは登場したことない。人物か架空の人物か空飛ぶ、すごい飛べるんじゃないみたいおはようございますね。リアルな夢見ると疲れるよね。朝から朝からうわ寝た気しないじゃんってね、寝れてないじゃん今日みたいな気分になるよいしょっと。仕事に追われると歯が抜け疲れてんな明日の配信はまだ決めてないので時間が決まったらお知らせします。おはようございます。はじめまして、はじめまして、おはようございます。ね、夢でもなんか楽しい夢とかだったら全然いいんですよね。たまにうわちょっと意外と楽しかったなと思う時があるんですよ。なんか過去に戻って今と全然違う、なんか中学生の時の私がした選択とは違う選択をして、そう日常生活を送ってるね夢を見た時とか、なんか意外とそうおウェイウェイウェイみたいな意外と炎上してたので、そういうのはね別にいいんですよね。あこんな世界もあったのかなと思いながらおはようございます。そういうなんか楽しいのはいいんですけどね、なんか誰かに追いかけられるとかね、寝坊するとかね怒られるとかそういう系の夢はねあんまり見ても嬉しくないね。疲れるだけだね私一時期夢続き見てましたよ。なんか定期的にというか、定期的にじゃないんだけど、なんか感覚を相手なんだけど続き見てた。最近見ない、もう完結したのかな前はよく見てたんだけど最近は見ませんね。もう物語が完結しちゃったのかな。なんかそうすごい包丁持ってる人がすごいいろんな人を追っかける夢を見てて、そういうなんかそういうね、そういう危ないことが起きるみたいな夢をずっと見てて、最終的に自分が追っかけられてやられるかやられないかなっていうところでね目が覚めて、そっから見てない。完結したのかな。そんな物語の完結嫌だね結局ね自分がねやられてしまったか、ギリギリやられてないか、ギリギリやられる前で起きたかみたいな。そうそう、だから怖い夢をねずっとねそう 何回も見てたんですよ、続きをね毎回。そうでも最近見ないその夢、続きを見ないですね、見ないですね。終わっちゃった。なんかすごい中途半端な完結です
本当に最近すっかり見ない。そう、うわ復讐映画やんそうね、怖いよね、この夢はね、怖いなと思いながら起きた時いつも思ってた。わあまた怖い夢見たなと思って。そう、私は普通の一般市民で警察の人もいたんですよ、ちゃんとね。うわーよかったーと思ったら私の方に走ってきて、うわーキーッと思ってもうそっからねよくわかんないどうなったか。やられてしまう前に目が覚めて急に追いかけっこみたいな始まってピーッて走って捕まってキッてフおはようございます。ジーパー、あー今日はどうでしょうね。今日はジーパーをするでしょうか、なんだろう狙いをするでしょうか、はららららら、はたまた違うイントがするでしょうか。昨日モスバーガーのコーヒー、そんなのがあるの。最近ハンバーガー食べてないか。ハンバーガー食べたい。あ、なお教えてください、ありがとうございます。ではではランキングを読もうかな。私はあんまりそんないろんなバーガー屋さん食べたことないけど、バーガーキング好き。ではランキング見ます。13位、赤いグリフォンさん、ありがとうございます。12位、ゴーちゃん、ありがとうございます。11位、あいたかさん、ありがとうございます。10位、ひーくんさん、ありがとうございます。9位、マキースさん、ありがとうございます。8位、おせんさん、ありがとうございます。7位、はるみさん、ありがとうございます。6位、パパさん、ありがとうございます。5位、たっちゃん、ありがとうございます。4位、すばるさん、ありがとうございます。3位、しんちいちゃんさん、ありがとうございます。2位、どまさん、